さあ続きましてはマスターズクラス BD グループの予選ヒートです。それではスターティンググリッドをご紹介していきましょう。ポールポジションからスタートしますのはカーナンバー42番レーシングティームスカラ進藤和弘。BD グループということは先ほどタイムトライアルの時に1組目だった組がですねガチ対決ということになるわけですね。進藤和弘、先ほどのヒート1では8番手フィニッシュでしたが今度はどこまで来るでしょうか。セカンドはカーナンバー58番コルサレーシングティーム濱田隆明、3番手51番アントレーシングティーム小林隆義、4番手6番フィオーレモータースポーツ中村明信、5番手4番フィオーレモータースポーツ友村慎太郎、6番手14番ティームグローバル帰り山陽一、以上がトップ6。以下7番手57番愛子、8番手10番横堀則之、9番手17番三枝秀和、10番手7番柳田勝久、11番手41番上田武彦、12番手30番高木真一、ここまでが前6列。以下丸谷正幸、向山修司、進藤翔太、中文久、富山忠、長田和美、成田晴光、相馬修司、ここまでが20番手。ちょっと遅れてスタートしたのかなっていうドライバーもいるし、ああ最終コーナースローダウンだ。最終の手前で1台スローダウンしているマシンがいます。タイヤのウォームが終わりましてローリング本格的に隊列が組まれようかというところ、最終コーナーでスローダウンのドライバーがいるトニーカートのカラーリングです。カーナンバー53番という情報が入ってきました。また21番手からは堀大輔、生方純一、高山宏、湯浅真嗣、酒井直樹、山田武史、高沢宏樹、野口忠と続いています。ゼッケンナンバーが若いドライバーほど世界大会への切符が近い、この BD グループの中では5番手スタートカーナンバー4番の友村がランキング第4位、4番手スタートカーナンバー6番の中村明信がランキング第6位ということになります。さあそして大きく遅れてしまったドライバーカーナンバー52番に湯浅真嗣には最後尾につくようにとの指示が出されました。最終コーナーから立ち上がってきます。スタートは切られました。さあ今進藤和弘スタートを決めていきましたが、アウトサイドから今2コーナーのところで4台5台ぐらいが関係したでしょうか、コースアウトがありました。今全車復帰しています。トップは進藤、2番手に濱田、3番手には中村明信か。このグループは先ほどの濃いメンバーが上昇メンバーが、まあ、あまりいないだけにどのドライバーにもチャンスがあると言いましょう。さあそんな中でこの水波でのキャリアが比較的あるのが今4番手に上がった帰り山陽一、カーナンバー14番です。グローバルの帰り山陽一、こちらは長年にわたってマスターズに出ているドライバー。ホームストレートから1コーナーへ中村明信、インサイドにマシンを振った、2コーナーサイドバイサイドでそのまま中村がイン側立ち上がっていきます。濱田が3番手にドロップ、4番手に帰り山、5番手には小林と続いています。ヘアピンからの立ち上がり、そして先ほどの第一ヒートとは打って変わってちょっと出足遅れたのが友村です。タコツボのところでは3番手4番手が入れ替わっていく、これは帰り山陽一が3番手に浮上してきました。その後ろ4番手争いはサイドバイサイド、後ろから友村も行く、前に小林、濱田がちょっとドロップをしてしまいましたね。立ち上がり戻れるラインがありませんでした。バックストレートエンドの攻防戦で5番手6番手が変わっていきます。オープニング2周が終了、トップは進藤、2番手に中村がピターっとついている、帰り山そして小林と4台がまず1段、少し離れまして友村、濱田、その後ろから来ているのは愛子ですね。さあ愛子、その後ろから高木、少し離れまして長田和美、 CRG のカラーリングです。さあタコツボでは高木が入っていきました。高木真一、愛子のインサイドをついていく、おー、そしてタコツボからバックストレートに入ってくるところで濱田高明、友村をかわしまして、これで5番手に浮上ですが S 字の2個目ちょっと膨らんじゃった、なんとかリカバーしてきます。
トップは依然として進藤和弘、2番手に楓山陽一。さあそろそろこのトップも入れ替わりそうな雰囲気。楓山2コーナー手前イン側入っていきます。楓山陽一トップ入場。さすがこのメンバーの中では一番今までの実績があります。おお、そしてヘアピンのところでレートブレーキングはカーナンバー6番の中村明信、よく止めてよく曲がりました。立ち上がり OK です。そのまま吹っ飛んでいっても不思議じゃないぐらいのそんなブレーキングだったんですけれども、綺麗に立ち上がってまいりました。中村久しぶりの参戦じゃないかと思いますが、うまいところを見せます。ピオーレモータースポーツ九州男児です。トップ楓山後ろを振り向く。2番手中村とのタイムギャップはコンマ2。3番手新藤はちょっと苦しいか。小林にイン側アプローチされまして、2コーナーから3コーナーで入れ替わっていきます。小林3番手に浮上。4番手新藤ちょーっと手こずっています。5番手にはヘアピンから立ち上がってスピードを乗せてきます高木。6番手はサイドバイサイドの争いになっていますが、現在愛子が6番手、7番手に友村慎太郎、九州の色男どうした。そしてその後ろから浜田、さらには長田、さらにカーナンバー17番三枝ですね。あのカラーリングは三枝。あと2台がついていってます。横堀と進藤翔太か。この辺りまでがずらっと長い一列になりました。残り周回数は3周です。トップ5が1段少し離れて6番手争いが7台、全12台のトップ集団。入れ替わりがありそうなのは4番手5番手あたりと6番手7番手のこの争いでしょうか。4番手進藤ポールからスタートですが、いまいちスピードが伸びてこない。セットがこの午後の気候に合わせきれなかったか。後ろから高木が来るんですけども、こちらの方が勢いがありそうです。カーナンバー30番高木真一、ぐぐっと近づいてきます。カーナンバー42番の進藤和弘は北海道シリーズのポイントで出てきていますが、高木はいつも水波を走っているドライバー。さあ2コーナーでやはりインサイドついていきました。高木真一4番手に浮上。5番手に進藤、6番手には愛子、7番手には友村慎太郎。友村シングルゼッケンカーナンバー4番タコツボで飛び込め。サクッと愛子をかわしていきました。これは綺麗な飛び込み。しかし立ち上がりは、おお、愛子もかなり粘ったんですけれども、そして後ろの長田和美に対しまして何かアピールをしましたね。先行ってっていうことだったんでしょうか。長田和美がこれでバックストレートエンドのところで無理なく前に出ていきまして、ワンポジションのアップです。愛子ちょっと苦しいか、何か言ってますね。何かアピールをしています。さあこれがファイナルラップとなっています。マスターズ BD 上位陣は比較的落ち着いたレース展開。午前中のあの大叫びのマスターズに比べたら落ち着いて見ていられるなという感じなんですけれども、それでも最後タコツボのところよ、5番手6番手争いがサイドバイサイドで、後ろから長田和美も来た。進藤に対して友村が仕掛けていったんですけれども、引っかかってしまって、その隙に長田和美バックストレートエンドまでスピードを乗せて、この辺りはさすが元全日本ドライバーです。最終コーナーから立ち上がってきます。トップチェッカー楓山、2番手中村、3番手小林、4番手高木、少し離れて5番手に長田、6番手進藤、7番手友村、8番手愛子、9番手には三枝、10番手浜田。最終的に集団としてチェックを受けていったのはここまでということでしょうか。トップ10一団となってのチェッカーです。ご飯食べてちょっと落ち着いたか。 AC グループも BD グループも午前中の時よりは落ち着いたレース展開になっていますが、次のシニアはどうなるか分かりません。続いてはシニアの AC グループの予選ヒートとなります。ちなみにマスターズの予選ヒートあと1回ございます。マスターズの予選ヒートあと1回、これでポイント総合が出されまして、30…
4台のフルグリッドに向かってセカンドチャンスヒートが、今日最後のプログラムとして3時過ぎから予定をされております。マスターズ非常に狭き門となっています。今回参戦台数は57台です。23台が予選落ちならないように皆さん次の最後の1ヒート後悔ないようにセッティング合わせて思う存分戦っていってください。